門倉岬は種子島の最南端にある岬である。門倉岬から喜界島を結び、屋久島望む右側が東シナ海で、左側が太平洋である。門倉岬の呼称は1812年5月に伊能忠敬による種子島の測量難題、門倉一太が苦難の測量を完了して、門倉崎と自分の姓を記述した。それまで1702年大隅国の元禄国絵図によれば、熊毛崎と記述されている。岬の先端部から太平洋側は竹崎の種子島宇宙センター、宇宙科学技術館まで12キロにわたる砂浜で、前の浜自然公園がある形成している。岬の先端部から東シナ海側は屋久島が見渡せる景勝地となっている。岬の先端部は海食により高さ約50メートルの断崖となっている。公園内に鉄砲伝来紀行碑や岬神社があり、南蛮船の形状を模した展望台や遊歩道が整備されている。2009年には門倉岬で皆既日食を観測するツアーが組まれた。1921年1月建立。題字は種子島盛時、碑文は西村天舟の選。天文12年8月25日、西村の甲羅に漂着した民国船に乗船していたポルトガル人によって日本に火縄銃が伝えられたことを記す。岬の南端、断崖の側にある神社。大国主尊。彦ホホデミ尊を祭神とする。岬の形状が動物の尻尾を思わせることから、近世には島尾大明神と呼ばれた。種子島家お家年中行事続類雑記の神社演義には、王子は潮風災害よけの守護神として島尾大明神と称し、祭礼は9月19日、神領として山の神祭りの田があったが、今は百姓地でお蔵入れ地となっている。祭礼の時は、村中で奉仕して、白酒を作り、本国寺で、万座祈祷をやり、村役以下村中の老若皆大明神に参流し、国土安穏の古霊の踊りを、社殿の庭で催すとある。岬の南端。手前に見える鳥居は、岬神社。ありがとうございます。